はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。今回はね、前回鉄をいっぱい持ち帰ったんで、今回ももうワンセットぐらい持ち帰ります。で、帰ったらスクラップアイアンがちょっといっぱいあるんで、それを何したいんだっけ？強化したいと思います。それを使って家を強化っていうのかな？改築だね。改築の続きだね。今回はだいぶ鉄になるんじゃないかな。まだかな。何個あればいいんだろう、本当に。キリがないよね、あの家。いくらあっても、うわ、一応待って、一応待って。だいぶオーバーしないといけないんだよ。ここら辺だったら大丈夫かな。しかも、ヒート値が上がるっつってた、かまどで。かまど4つ置いたらすぐだよ、すぐっつってた。あれ？あれ？今日もしかしてフェラル？ちょ、待って。そんなバカな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って欲しいかな。欲しいかな。多分フェラルランダムなってるから来ないと思うんだけど。ショットガン持った？ショットガン持った？持った。オッケー。薬いる？いらないかな。オッケー、多分オッケー。で、これどうしよう。もったいないから一回キャンセルするか。火が止まってる。これでいいか。やっぱかまどいくらあっても足りないかな、ちょっと。ね、そんな気がしてきたね。スクラップ作れるだけ作ってよ。あ、こっち消えてる、嘘。あ、ついてる、ついてる。こっちちょっとスクラップ作ろうかな。ワンセットぐらい。1000は使いすぎだから、まあ500ぐらいでいっか。これどうしよう。もう一回作ってみようかな、そろそろ。アイテム。これと、ツールスミス。どれだっけ？スキルかな？ツールスミス。ツールスミス。ダメだ、レベル低いわ。あれ、もう700ポイントも溜まってる。ついこの前だったよね、あれだったの。使い切ったの。へえ。そうかそうか。こんなすぐ溜まるのか。ネイルガン。で？まあ、こんだけあればちょっと強化し放題でしょう。系かな。ちょっとご飯食べとこ。やばい、どこどこ。あっちか。オッケー。多分オッケー。来てない？うん、召喚されてたらもう来ててもおかしくない時間だよね。オッケー、多分クリア。セーフ。あ、台が2個あるね。よし。あ、違う、ご飯食べようと思ってたんだ、俺。
いいと。もう一個食べとこうか。で、太郎。松明作ってもいいかもね。まあいいや、今。オッケー。じゃあ強化していこうか。今日も強化して今日は終わりにしよっかな。ちょっと早いけど、よいしょ。見えない？大丈夫？多分見えるわな。分かった、こうしよう。オッケー。あんま変わった気がしないけど。これでこっち側の見た目、お、鉄っぽくなったんじゃない？こっちが。ね、OK だね、多分。あー、こっちがまだかな。月めっちゃ赤いわ。絶対フェラルホードの月だわ、これ。あ、やっちゃった。まあ、いいや。いずれやるんだ。お、いいんじゃない？これで。だいぶ。それっぽい家になったんじゃない？ダッセー。ダッセー。ちょっと、あっちの窓両方埋めてくるか。やばい。やばい。ダサさが増したわ。急にダサくなっちゃった。お、いいね。ここまで強化できるんだ。よし。どうよ。なんかちょっと頑丈そうになったかもね。じゃあ下埋めてみようか、今度。茶色にしよう、この家を。ほんといくらあっても足りないな。これでまだ片面だからね。切れた、マジか、早っ。でも今晩は追加があるから大丈夫。3個くらいいけるかな。もっと燃えろ。20分やりすぎたかな。大丈夫かな。あ、そう、これ回収しないと。お、だいぶいいんじゃない？めっちゃいっぱいあるよ。あ、これはめんどくさい。これはちょっとどうしよっかな。ダサいな。どうしよう。あ、ドアがある。でもドアってさ、これボルトのドアにした方が絶対いいもんね。頑丈だもんね。
ドアだけはちょっと付け替えるか。どうしよう。ちょっとテストでどっかにドアつけるか。ドア。もったいないな。いや、裏のドア考えよう。いや、でも壊すの大変だしな。どっか一個ドア余ってねえかな。こっちとかついてない？あ、ついてるじゃん。ああ、やっぱこれが全開？これは無理だわ、このドアは。だよね、強化できるならなんか行ってくるもんね。うん、エラーが出ないってことはこれは限界だ。さすがにそれじゃ無理かな。もっと強いドアじゃないと無理だな、外は。こっち壊すか。見た目がなんか、しょぼい。弱そう。おお、ボルトドア作ろう。なんだっけ、スプリングと、スチールと、スチールと、ドア。いや、これで、レシピ見ればわかるかも。2個作っとく？よし。あ、スチールこれにしまっとく。まあいいや。だいぶ使うね。だいぶ使ったね。あ、無理かな。いい感じのスクリーンショット撮れるかなって思ったの、あのドアで。間に合わないよね。間に合わないね。いやー、じゃあ今回ここら辺で終わりにしよっかなんか、超いい感じじゃない？この感じ。やばそうな雰囲気。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も引き続きね、まだスクラップメタルがあるんで、強化していきたいと思います。多分もう一段階、屋根を強化して、あと柱だね。柱もやって、いい感じになっていくと思います。よろしかったら次の動画をもう見てってください。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。